しますか。つまり僕を探していた君だ。はい、お気持ちは嬉しいのですが、現在は任務中です。私はあくまで単位の秘書官ですので、どうぞ弥生注意と呼びください。そうか、なるほど。ここでは僕は単位だ、椿は僕の秘書官というわけ。ストロビトイ、僕には時間がない。そこはどこだ。いけません、タイ。これ以上の独断行動は強制機構への反逆行為とみなされかねません。なんとでも言うだ。僕には果たさなければならない約束で、邪魔をするのだ。たとえお前であっても容赦はしない。やむを得ません。強引にでも支部にお戻りいただきます。諦めろ。お前は僕に勝てない。騒ぎたい。なぜです？なぜ強制機構に反旗を翻すのまでを。今のお前と話す必要はない。神楽か、ここで貴様に会うとはな。おいおい、いくら窮地の中とはいえ、その口の利き方は感心しねえな、キサラギ隊。俺はお前の直属の上官、しかも十二宗家筆頭だぜ。民の目もある。神楽睦月大佐と呼べよ。階級や権力を加算する。随分とつまらないセリフを吐くな。本人が決めた、さぞ憤慨することだ。おう、何の話だ。ない。それよりお前に命令してあった任務はどうした。任務、民への圧政を徹底しろと指示したはずだ。世界を統治しているのは帝、そして統制機構だ。身分の低い人間たちは俺たちが導いてやらなければならない。お前には期待しているが、俺を失望させる。自分を貴様に頼む。黙れ。お前、上官に向かって。貴様に対して特別な思い入れなどない。だが、これ以上僕に黒騎士神楽を失望させるな。ジム、お前、統制機構から逃げられると思っているのか。僕は逃げなどしない。まして、こんなくだらない虚構の世界に逃げるなんて、死んだ方がマシだ。遅かったじゃねえか、兄さん。僕の邪魔をするつもりかい。邪魔？おいおい、何わけわかんねえこと言ってんだよ。邪魔するのはてめえの方だろうが。
しんだ。殺し合いをするために来たんじゃねえのかよ。いいぞ、相手になって、てめえの大好きな殺し合いを始めようじゃねえか。くだ、強制ごとき。僕に殺されたいのに、もう少し兄さんらしく振る舞うんだな。こんな曲がり物を見せつけられて興奮さない。ごちゃごちゃ言ってねえだろ。どこのドイツの策略だか知らない。綺麗だな。手加減はしないぞ。つまらないな。これが本物の兄さんだったな。もう少しは楽しめただろうに。てめえ、ついにてめえ消えろ、シンさん。貴様に構っている暇はない。さあ、消えろ。消えるのはてめえだ、ジェイ。黒き獣、クソ、こんな時に。サラギチャリー、とどめよ、とどめよ。死神を討伐し、お前の英雄になるんだ。スバケ、カグラ、英雄だと。なんだこれは。違う、こんなもの僕の望むものではない。英雄だと。くだらん、他人が作り上げた英雄など無価値だ。僕にはなすべきことがある。そしてそれはこんなふざけたまがいものではない。だったらあなたの夢は何？この気配、まさか貴様、ファントム。いや、違う。貴様が大魔導士なのか。秩序の力。ああ、そういうこと。その忌々しい力のおかげで、あなたはこの世界に囚われず、夢も再現されなかったというわけ。そう、ここは取り込まれた人間の願望を叶える世界。あなたがさっき見たのは、あなたを取り巻く周囲の願望。あなたにこうであってほしいという夢。そのことを知っているということです。貴様がこの茶番を仕組んだ。仕組んだ仕組んだね。で、だったらどうだっていうの？愚問だった。どのみち僕に貴様を切り捨てる以外に選択肢がない。正気の向き合いさ、懐かしいね。それにその雰囲気、気に入らないわ。私の大嫌いな男に少し似てるの。いらっしゃい、あなたの夢も誓いも粉々にしてあげる。無駄だ。貴様が六英雄の一人だとして、僕を惑わすことはできない。ええ、そう、あなたは世界の意志、秩序の力を持つの。秩序の力、秩序。
わ。何が秩序よ。その五大層な力がどんな秩序をくれたっていうの。ふざけんじゃないわよ。どんな力を持っていようと逃がさない。そこであなたは一人さまよい続けて、やがて世界の終わりに、いえ終わりなき終わりに絶望するがいいわ。僕が絶望することなどあり、このくだらない茶碗に幕を引き、果たすべき約束を果たす。随分と自信過剰なのね。そうだったらやってごらんなさい。この世界を終わらせるつもりがあるのね。世界が完全なる滅びを迎える前に、帝、いいえ冥王イザナミをその手で倒しなさい。